屋上気持ちいいな。こんなところで何してるの？ごめん、今何が起こってるの？え？俺が見えない？視界真っ白で何も見えない。しょうがないな、種明かし。俺の肌だよ。お前マジセクハラで訴えんぞ。で、今日は何のよ？いやー、俺これからもし好きな人ができた時にちゃんと告白できるか不安なんだよね。へえ、で？練習相手になってよ。なんでよ。お願いします。あー、もう分かったよ。付き合ってください。もう始まってたのかよ。どうだった？付き合ってっていうより好きって伝える方が先じゃない？なるほど。俺前から遠井さんのことが好きでした。何笑ってんだよ。いや、遠井さん目にまつげついてるから。誰でもついてるわ。まあ笑うのは論外として、どこに惚れたかとかも言った方がいいかもね。なるほど。俺前から遠井さんの眉間が好きでした。そんなやついねえよ。つむじもタイプです。どんなタイプだよ。ヒップラインも好きです。お前ほんと最低だな。付き合ってください。絶対無理だわ。